丸亀丸亀うどん。何これ、ちゃんぽんも出てるじゃん。ちゃんぽん、え、何これ、ちゃんぽんだってあったっけ。豚ちゃんだって、ちゃんぽんうどんだって。へー、どうしよっか。ということで、パパさんはなんか期間限定のやつ、これ、うん、そう、今のやつ、うん、タルトリ天ぶっかけ、うん、すごい、美味しそう。すごいね、かき揚げが大きい。すごい。ママさんは、ママさんカレーうどん、何にしてる。ゆうたくん、はい、かきちゃんってやつ。そう、ちゃんぽん、かきが乗ったちゃんぽん。ゆかりんも期間限定の鶏天ぶっかけの辛いやつですね、うんうん、すごいね。それではいただきます。いただきます。美味しそうね。タルタルをこれ少しかけるんだよ。タルタルでいいからね。あ、ちょっとゆずとか言って。これ、あ、まあいいや。ゆずダメだね。これで、これで、これ、いただきます。マサもいただきます。うん、うん、ね、うまい。おいしい。うまい。ゆんちゃんどうなの。カキおいしいよ。カキおいしい。いいね、ちゃんぽんね。最高。ピリパラ、美味しいんだけど。ベリマチンク、良かったね。ピリパどうよ。うん、うまい。うまい。鮭の香りがいいよ。いい、とてもいい。ほんと、ちゃんぽん。うん。すげえな。うんうん。美味しいだよ。食べてみる？うん。食べてみる？うん。辛い。食べる？辛い。カレーうどん食べたかったの？食べたかった。食べな。どうぞ、食べようか。どうぞ。あ、辛い。あの、唐辛子だね、これ。ちょいピリ辛。うん。なんかずっと食べてると結構来る感じ。あ、ほんと。うん。一口も全然辛くないなと思ったんだけど。うん、一回鼻に来るとずっと来ちゃうじゃん。うん。これ辛いかな。松浦担々麺と同じで。うん。松浦担々麺食いてぇな。うん。うん。この間より食って辛かった。うん、辛かった。ね、だけど美味しいよね、うん、なんかお家で食べれるとかさ、うんうん、やっぱりね、ラルカメはテイクアウトじゃなくてここで食べた方が美味しいな。ラルカメって期間限定出ると定期的に食べてたもんね、うん、あのシチューのクリームシチューみたいなやつ美味しかったよね、うん、あれ美味しくなかった。美味しかった。てかさ、うん、前回さ、丸亀って言ったらさ、うん、結構いいお値段見えたのかな、うん、今回、3000円くらい、うん、2700円かな、ね、前回なぜあんまりお値段したんだろうか。肉系食ったから、牛すきとか、うん、何か、うん、じゃないの、わかんない、いいね、うん、うまいね、美味しい。パパにあのジムニーでお茶してるとき、イノシシいるかもしれない的なやつでびっくりさせられたから、ね、そこが止まるかと思って、うん、でもさ、走ってたらさ、左側にいたんだよ。本当？本当に。豚や。豚っぽかったもん。豚っぽかった。豚じゃないの。豚じゃないよ、イノシシだよ。豚いですよ、豚あんまり。いや、なんでママはそんなにさ、動物見つけられるんだろうね。ザ・ハンターで期待すぎた。トルク、トルクって。いや、久々の運動だった。今はしたけど、ここ抑えてない運動だった。いや、あれだけダートが長いとなかなかない。うん。ね。どう、兄さん、乗りやすい。うん。美味しすぎでしょ。うん、しやすいね。見晴らしもすごい。アイコンとか高いし ね、うん。やっぱり新型ジムに比べて、うん、ロンドガラスでかいから、うん、その分、うん、運転しやすかった。本当。楽しい。そうなんだな。
へーってなるの。うん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 。おお。なんかさ、カレーライスの後のカレーが好き。うんうん。自分家で作ってね、うん、なんか今の言い方だとさ、うん、カレーライスの後にカレーうどん食うのが好きみたいな。そう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 。え、ほんまに食うのみたいな。多いやん。本当だ。さ、うん、最初期間限定じゃん。みたいな感じ。ほら。あ、結構辛い。辛いね。ゆかりが辛いっていうのはモルクエネ。人気があるから、うん、牛すきレギュラーになったんじゃない、うん、違う、あ、なるほど、うん、うまい、おいしい、うん、だし入れた、うん、うん、カレーのお塩だし、醤油入れるといいでしょ、いい感じ、うん、うん、これはね、季節に出てくるカモネギを、うん、うまいね、これいいでしょ、豆で、うん、これいいよな、ね、あ、なんか中で干しちゃったよ、あ、してるね、あ、まあ、最悪やん、う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 ん、脱げばよかったのに、洗えばいいの、あれ、部屋のあれかな、うん、あ、そう、あれな、はい、うん、距離が長いから結構楽しめるだろ、楽しめる、結構地方の連絡って短いところが多いから、多いね、うん、あんだけの距離楽しめるとやっぱり結構満足感、うん、夕方の後ろの海沿いの道ってあんまり走んないから、うん、あれすごい綺麗だな、めっちゃエモかった、エモ、うんうん、いんだよ、重いんだよ、重いって言うんだよ、今の言うと綺麗ってこと、うん、重い、まあその話分かってる、分かってないね、それ、分かってないね、懐かしいんだよ、そういう気分が、エモいんだよ、エモいもある、それエミリはぶたれるんですか、そう、一応、ちょ、高速コード引っかかりて、あんまり、ちょっと、それでは、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、マルカメの期間限定うどん、めちゃまでした、ピピャピピ、はい、ということで、マルカメでご飯食べたので、はい、お風呂です、めちゃくちゃ久しぶりです、癒されてきます、はい、だから今日はね、岩盤浴はなしね、お風呂だけ、お風呂だけ、頭隠しとって、ダメ、やばい、大丈夫、大丈夫、はい、さっぱりしました、お風呂出てきたので、お風呂上がりのソフトクリームです、何味、バニラ、バニラいただきます、皆さんフローズンヨーグルト、ヨーグルト、いただきます、うん、うまいわ、おいしい、おいしい、うん、で、これソフトクリーム作るのが上手。本当だね。おいしい。おいしい。すごい。さっぱりしてる。カッパ軍。カッパ軍言わない。カッパ軍。ヘカリンもヨーグルトのいちご味。ヨーグルトの濃厚なヨーグルトドリンクみたいな、ヨーグルトのフローズン、いやーすごい、ね、イチゴのソースが入ってる。美味しいんだ。美味しそうでしかないじゃん。本当。顔見るとわかる。ユータ赤いです。OK です。お風呂どうだった？気持ちよかった、最高。炭酸風呂で1時間ぐらいです。ちょっとマジで？ずっと石が入ってた。話しながら。本当。ゆうかと話しながら。ずっと炭酸風呂。ずっと車の話してた。ジムにはあじゃあこういうのとか。男の子がいてよかった。自分の子供に、本当だね、女の子は女の子の可愛さがあるけど、うん、男の子は男の子、こういう話ができる、うん、いかにジムに行こうなんて言って、へえそうなんだって、へえそうなんだってちゃんと聞いてくれるけど、へえそうなんだ、そうそう、ママも同じ、聞いてくれる、へえそうなんだって言うんだけど、その後がない、ゆうかの場合はその後、あじゃこじゃあじゃこじゃって言ってる、話が弾むのね、うん、ゆかにとママはね、お風呂でね、洋服の衣替えとかの話してた。全部現実になる話。はい、お風呂から出てさっぱりしました。
それではお家に帰って休みたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。さっぱりしたの。気持ちよかった。ソフトクリーム美味しかった。美味しかった。